はい、じゃあ次の質問いきます、思い切り投げた時に PE を残してリーダーが切れる場合、単純にリーダーを太くしたらいいのでしょうか、それとも少し力抜いて投げなければいけないのでしょうか、ガイド抜けが悪くなりそうなのですが、 P10.5 号にリーダー4号です。リーダー4号16、まあね、メタルジグの 40g とかぐらいより軽いルアーだったら、よっぽどね、陸上の室伏選手ぐらいの体格の人でもない限り、切れないんで、それはね、リーダーが切れちゃうのは、ノットが悪いんだと思います。スナップの接続が悪いか、リーダーとね、P の接続が、まだ下手っぴで強度が出てない。それは、ね、自分の動画も出てるんで、いろんな動画見て研究して、自分に合ったノットを見つけてください。基本的には切れないはずです。はい。開いて、しっかり上から当てます。で、当てた状態で左に引くことですよね。この角度作ってあげる。で、下の手前から1回目はスタートして、で、奥の下から通して1回ワンセット。これを交互にやります。で、慣れたらここをね、うまく指で押さえてることでずれることなく綺麗にこう編んでいきますんで、これやっていく最中に覚えていくから。で、なんか P がきっちり巻きたい時ほどこうやってクククってやるとしっかり並んできますんで、 P ラインがね、この角度とこの押さえてるのがすごい大事かなと思います。こうやって喋りながらやってると、釣り場でもいいんだけど、いや今日釣れるといいねなんて言ってやってると何回数えたか分かんなくなっちゃうんで、大事なのは多くてダメなことはないんで、分かんなかったら数えた時だけ14回分プラスアルファで、でも多分20回ぐらい巻いてると思うんだよね。で、最後手前やったらおしまいで、この状態でしっかり押さえたまんま仮止めします。で、この時ここギーって擦んないことですね。うまくスッと滑らせるようにして仮止めしたら指離しても大丈夫です。で、ここまでの過程でどんなに風吹いてても大丈夫だし、慣れたら目つぶってもできます。全くこう糸を通すとか、こういうところの何か先端をつかむとか、そういう作業がなくて、して持ってるラインだけの受け渡しで全部できるんで、編み込み式 FG のいいのはさっきも言ったようにいつでもどこでも組めるというところですね。はい、で、このラインをしっかり締め出したらしっかり巻いて、で、巻く時もここで僕がいつも気にしてるんですけど、メインライン触っちゃうので、ここでラインに余計な傷つけないようにちょっとしっかり優しくうまく持つっていうのかな、傷つけないように意識してください。で、ぐーって締めて、なんかさっきの毛糸が巻き込まれて赤い色ついてますが、これは毛糸の赤です。で、こういう感じで赤くなるのは毛糸だけど、カリカリした感じになって、指爪先で触ってカリカリしてたら OK です、はい、で、こういうふうに綺麗にね、ちょっと喋りながらやったんで最後の方は甘いですが、重なるとボコって膨らんじゃうんで、それもないことを確認してれば、ほぼ強力出てると思います。で、この今度この状態で使うラインがテンション緩いと、ハーフヒッチの時こっちの使うラインが折れた巻きハーフヒッチになっちゃうんですね。それはもう致命傷で強力の半分で切れちゃうんで、必ず張った状態からやる。このハーフヒッチも慣れたらこうやって輪っかを作って、指でもつまんでスルスルって引っ張ってグイグイグイって締めて、また持ってこう輪っか作ってこうってやると、これどんなに風が吹いててもミスんなくできる。風関係ないんですよ、このやり方。だ、こういう感じで編み込み式 FG は風が強くてもミスなく綺麗にハーフヒッチが編めるっていうですね。で、これで最後ビンビンビンって引っ張って、でもきっちりきっちり切って大丈夫です、はい、ほとんどリーダー余らせずに切ってもらって、もうほどけることありませんので、これでやったら綺麗なノットが出来上がる。